宇宙戦艦ヤマト、ゲッターロボ、秘密戦隊ゴレンジャー、銀河鉄道999などの大ヒットアニメ特撮ソングを歌い、アニメソングの大王との異名を取る歌手、佐々木勲。そのデビュー55周年を記念して2016年3月6日にゼプダイバーシティ東京で行われたスペシャルライブの模様を収めた DVD が2018年10月31日に日本コロンビアからリリースされた。宇宙戦艦ヤマト、ゲッターロボ、秘密戦隊ゴレンジャー、銀河鉄道999などの大ヒットアニメ特撮ソングを歌い、アニメソングの大王との異名を取る歌手、佐々木勲。そのデビュー55周年を記念して2016年3月6日にゼプダイバーシティ東京で行われたスペシャルライブの模様を収めた DVD が2018年10月31日に日本コロンビアからリリースされた。1960年和製プレスリーのキャッチフレーズを引っ提げ、本名はお前だでロカビリー歌手佐々木勲としてデビュー。その後俳優、声優として活動を続ける中、テレビアニメ「科学忍者大ガッチャマン」1972にコンドルの条約で出演する。その縁もあり、同じタツノコプロ制作の次回作「新ゾ人間キャシャン」1973の主題歌歌手に抜擢され、佐々木勲の芸名での歌手活動の再開へとつながっていく。以降、冒頭で挙げた代表的な作品を筆頭に膨大な数の主題歌挿入歌を歌い続け、アニメソングが最もアニメソングらしかった黄金時代を名優の水木一郎、堀江美津子らと共に築き上げてきた。今回の DVD に収録されたライブは、そんな佐々木さんの足跡を振り返り、デビュー55周年を記念して行われたものだが、実はそれに先立つ2015年5月17日にも佐々木勲デビュー55周年記念バースデーライブと題されたコンサートが読売大手町ホールで開催されている。そのチケットの人気があまりに凄まじく、あっという間に完売してしまったため、アンコール公演を望む声が多く寄せられることとなった。それに応える形で行われたのが2016年3月の本 DVD に収録された公演ということになる。佐々木さんが歌ってきた歴代のアニメ特撮ソング、思い出深い洋楽ウォールディーズの数々など、総計35曲、約142分にわたるコンサート本編を収録したメインディスクに加え、リハーサル風景や舞台裏、当日のステージで行われた佐々木自身による MC パート、堀江美津子さん、畑亜紀さん、松本零士さん、宮川明さんら豪華ゲスト、会場を埋め尽くす1000人強のオーディエンスが見守る中、銀河鉄道999コーナーから公演はスタート。メーテルと鉄夫が999号で目指す目的地アンドロメダの星々のように青くきらめくスパンコールのジャケットで佐々木さんは登場。銀河鉄道999青い地球。銀河鉄道999-1978より銀河鉄道は遥かなり、銀河の子、銀河鉄道物語2003よりを熱唱し、記念すべきコンサートの開幕を告げた。続いてはこれからハードな演奏が続くブラスセクションへエールを送り、ゲッターロボ、ゲッターロボ1974よりの高らかなイントロから巨大ロボットコーナーへと突入すると、待ちかねたファンのテンションも一気にヒートアップ。続いて隠れた名曲として人気の高い探しに行かないか、超合体魔術ロボギンガイザー1977よりを披露。グレンダイザーでも使用されているを披露。しかし一番を歌い終えたところで佐々木さんが退場し、歌詞が堀江美津子さんに交代するというサプライズが待っていた。その堀江さんのエピソードに導かれ、ライブはオールディーズロカビリーコーナーへと進んでいく。
勇壮に歌うことも、物悲しく奏でることもできる。メロディーを生み出した宮川泰史さんの手腕に、佐々木が改めて深く感嘆するという一幕もあった。そして、再び堀江光子さんを呼び込み、明日、夢見て、科学忍者タイガーチャマンアイアイより、で、ついにデュエット共演。そして、佐々木さんのエネルギーを込めて、GO! の雄たけびとともに、巨大ロボットメドレーがスタート。頂上スマッシュ。キンガイザー、超合体魔術ロボキンガイザー、1977より、大空魔竜ガイキング、星空のガイキング、大空魔竜ガイキング、1976より、盾、東証ダイモス、東証ダイモス、1978よりと、ヒット曲の鶴瓶、鶴瓶、うちを見舞う。当コーナーの締めは、海外でも人気の高い UFO ロボグレンライザー、1975フィーチャー。迫力の主題歌、飛べ。グレンライザーに続いては、しっとりとした、燃える愛の星。グレンライザーの元となった劇場用作品、宇宙円盤大戦争、1975より。燃える愛の星の演奏をそのまま使い、堀江光子さんが歌う曲として再生された、グレンライザー挿入歌、小さな愛の歌に歌をつなげるという、当時を知るコアのアニメソングファンをもう鳴らせる演出が行われたのだ。そのままステージに残った堀江さんは、非劇ウェスタンカーニバルに出演しているロカビリー歌手として、また、佐々木さんが主演したテレビドラマ、妖術武芸帳、1969における侍の姿などで、幼少の頃から佐々木さんをすでに知っていたことを告白し、高校生の頃、最初に出会ったレコーディングで見せた、佐々木さんのふとした優しさなどの話で客席を沸かせた。プレスリーさながらの白い衣装にチェンジした佐々木さんは、ポール・ワンカ、ダイアナ、エルビス・プレスリー、イット・スナウ・オア・ネバー、カンティ・ヘルプ・ファルリング・イン・ラブ、好きにならずにはいられない。佐々木さんが最初に買ったレコードだという、I Need You Love Tonight など、佐々木さんにとってのルーツミュージックとなる曲を次々と披露。会場に集った多くのアニメファンも、アニメソング以前の佐々木さんの姿に思いを馳せ、拍手を送った。さらに、責任の重い曲を続けて、ヘリップとして、佐々木さん自身、深い思い入れのある大人の世界コーナーへ。フランク永井のヒットで知られる、お前にを NHK 歌謡コンサートで歌うため、作曲家吉田忠さんのレッスンを受けたところ、お前にと体をなす。作曲家生活50周年記念曲、雪の慕情、両曲とも作詞、岩谷時子、作曲、吉田聖を歌ってほしいと直々に依頼されたという、吉田さんとの深い信頼関係を伺わせるエピソードとともに、この2曲が披露された。さらに、テレビドラマ、G-MEN75、1975の1982のメインテーマをボーカル曲にリアレンジした、レキエム、2015年リリースの佐々木のオリジナル曲、悠久ローマンなどがしっとりと歌い上げられる。そして、ステージ第1部の締めとして、55周年記念の新曲、今の向こうの今をステージ初披露。佐々木さん自身が今の時代の悪友と称賛するほど全幅の信頼を寄せる作詞家畑亜紀さんによる55年の歩みを振り返りつつも、これからもさらに歌い続けるぞという佐々木さんの意欲が込められた曲のタイトル、歌詞の内容に観客の誰もが胸を熱くした。ステージ第2部は誰もが待ちかねた宇宙戦艦ヤマトコーナーからスタート。宇宙戦艦ヤマト、真っ赤なスカーフ、宇宙戦艦ヤマト、1974よりだけでなく、その後のシリーズ作品の関連曲、好敵手、さらば宇宙戦艦ヤマト、愛の戦士たち、1978、イメージソング、テレサよ、永遠に、宇宙戦艦ヤマト2、1978より、ヤマト、新たなる旅立ち、宇宙戦艦ヤマト、新たなる旅立ち、そして、佐々木さんのアニメソングにおける代表作ともいえる、
ヤマトのコーナーでは、漫画家の松本零士さん、そしてヤマトの音楽を手掛けた宮川泰史さんの子息である作曲家宮川明さんが揃って駆けつけるという二重のサプライズも用意されていた。松本零士さんは、アニメというのは音楽で支えられている。佐々木さんには本当に感謝しているとエールを送り、宮川明さんは、宇宙戦艦ヤマトのメロディーをスローバラード風にアレンジし、鍵盤ハーモニカ一本で見事な独奏を聴かせた。続いて、新巨人の星、1977より、ゆけゆけヒューマ、よみがえれヒューマを挟み、佐々木さんにとってのアニメソングデビュー曲となる、新ゾ人間キャシャン、1973の主題歌、戦え。キャシャンを、決めフレーズの絶叫や派手なアクションポーズも交えて大熱唱。佐々木さん自身、めったに歌わないんで、こんなに難しい歌だったのかとびっくりしたと漏らす、近年のステージではレアな曲だ。いよいよコンサートも終盤に差し掛かり、ここで佐々木さんはシンクの衣装にチェンジ。レッドがリーダーを務めるスーパー戦隊シリーズの世界へ。引き続き、堀江さんとのデュエットで、スーパー戦隊シリーズの栄えある第一作、秘密戦隊ゴレンジャー、1975より、進め。ゴレンジャー、ゴレンジャーストームを披露。ここから、タツノコプロコーナーへとなだれ込み、メドレーで、俺は新ゾ人間、新ゾ人間キャシャンより、戦え。ポリマー、ハウラケンポリマー。1974より、我らガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンアイアイ。1978より、ガッチャマンファイター、科学忍者隊ガッチャマン F。1979よりと、タツノコヒーロー勢揃いで畳みかける。さらに、バンバラバンバンバンの掛け声で、おなじみのエンディングテーマ、秘密戦隊ゴレンジャーをつなぐ。続けざまに、佐々木さん自らが、セクシーな曲と紹介した。ジャッカー電撃隊、ジャッカー電撃隊、1977よりをエキサイティングに歌い上げた。そして2015年のオリジナルビデオ作品、特捜戦隊デカレンジャー。10、ジアーズアフターより、ミッドナイトデカレンジャー。10、ジアーズアフターが登場。2004年のテレビ作品、特捜戦隊デカレンジャーのエンディングテーマを、10年を経てビッグバンドジャズ風にリメイクした新曲だが、当時よりもさらに迫力と熱量が増した佐々木さんのパフォーマンスには、観客の誰もが圧倒され、息を呑んだ。ステージを支えたバンドとコーラスのメンバー紹介の後は、コンサートを締めくくるラストソングへ。このために体力を温存しておいた南極と佐々木さんが語る、スーパー戦隊と同じ東映テレビ特撮作品、超人キメパルダー、1987の主題歌、君の青春は輝いているかが満を持して披露された。作詞、ジェームス・ミキ、作曲、ミキ・タカシという大御所が紡ぎ上げた壮大な歌を、当時まだ新進気鋭の若手であった田中公平さんが重厚な編曲でまとめ上げた不滅の名曲だ。後に続く世代の者たちに、青春とは何か、人生とは何か、と真剣に問いかけるように、さらに永遠のエールを込めるように歌い上げる佐々木さんに対して、会場は惜しみない拍手と歓声を送った。鳴りやまない拍手に迎えられたアンコールでは、僕にとってはなくてはならない曲という言葉とともに、宇宙戦艦ヤマトを会場の皆と声を合わせて再び大熱唱。また会いましょう。と爽やかに手を振り、総立ちの聴衆に再会の約束をしてコンサートは幕を下ろした。ボーナスディスク収録のリハーサル風景や舞台裏のオフショットから、普段の佐々木さんの姿や、その穏やかな人柄、歌と向き合う真剣な眼差しなどが覗き得るのも見逃せないポイントだ。ヒットソングが網羅された佐々木勲大全集として楽しむもよし、MC やゲストトークで語られた言葉の一つ一つを噛み締めながら、佐々木勲という一人の男が歩いてきた55年の歳月に思いを馳せるもよし。
このコンサートのチケットを獲得できず、涙を飲んだ処刑は、もとより、コンドルの女王の羽手裏剣のように、心の奥に佐々木勲の歌声が深く突き刺さっている。すべての人々にとって、必見、必聴、必見のディスクであることに間違いないだろう。銀河鉄道999、青い地球。銀河鉄道999、1978より、銀河鉄道は遥かなり、銀河の子、銀河鉄道物語、2003よりを熱唱し、記念すべきコンサートの開幕を告げた。続いては、これからハードな演奏が続くブラスセクションへエールを送り、ゲッターロボ。ゲッターロボ、1974よりの高らかなイントロから巨大ロボットコーナーへと突入すると、待ちかねたファンのテンションも一気にヒートアップ。そして、佐々木さんのエネルギーを込めて、GO!の雄たけびとともに、巨大ロボットメドレーがスタート。頂上スマッシュ。ギンガイザー、超合体魔術ロボギンガイザー、1977より、大空魔竜ガイキング、星空のガイキング、大空魔竜ガイキング、1976より、盾、東照ダイモス、東照ダイモス、1978よりと、ヒット曲の鶴瓶、鶴瓶、うちを見舞う。文、不破良造。商品情報。DVD、佐々木勲。デビュー55周年記念。スペシャルライブ。発売中。価格6296円、税別。収録内容。メインディスク01。銀河鉄道999。銀河鉄道999 OP。02。青い地球。銀河鉄道999 ED。03。銀河鉄道は遥かなり。銀河鉄道物語 OP。04。その後、俳優、声優として活動を続ける中、テレビアニメ、科学忍者タイガッチャマン、1972にコンドルの条約で出演する。その縁もあり、同じタツノコプロ制作の次回作、新ゾ人間キャシャン、1973の主題歌歌手に抜擢され、佐々木勲の芸名での歌手活動の再開へと繋がっていく。以降、冒頭で挙げた代表的な作品を筆頭に、膨大な数の主題歌、挿入歌を歌い続け、アニメソングが最もアニメソングらしかった黄金時代を、名優の水木一郎、堀江光子らと共に築き上げてきた。今回の DVD に収録されたライブは、そんな佐々木さんの足跡を振り返り、デビュー55周年を記念して行われたものだが、実はそれに先立つ2015年5月17日にも、佐々木勲、デビュー55周年記念バースデーライブと題されたコンサートが、読売大手町ホールで開催されている。そのチケットの人気があまりに凄まじく、あっという間に完売してしまったため、アンコール公演を望む声が多く寄せられることとなった。それに応える形で行われたのが、2016年3月の本 DVD に収録された公演ということになる。佐々木さんが歌ってきた歴代のアニメ特撮ソング、思い出深い洋楽オールディーズの数々など、総計35曲、約142分にわたるコンサート本編を収録したメインディスクに加え、リハーサル風景や舞台裏、当日のステージで行われた佐々木自身による MC パート、堀江光子さん、畑亜紀さん、松本零士さん、宮川明さんら、豪華ゲスト。会場を埋め尽くす千人強のオーディエンスが見守る中、銀河鉄道999コーナーから公演はスタート。メーテルと鉄夫が999号で目指す目的地アンドロメダの星々のように青くきらめくスパンコールのジャケットで佐々木さんは登場。続いて、隠れた名曲として人気の高い、探しに行かないか。超合体魔術ロボギンガイザー、1977よりを披露。グレンダイザーでも使用されているを披露。しかし、
1番を歌い終えたところで佐々木さんが退場し、歌手が堀江光子さんに交代するというサプライズが待っていた。当コーナーの締めは、海外でも人気の高い UFO ロボグレンライザー1975フィーチャー、迫力の主題歌飛べ。グレンライザーに続いてはしっとりとした燃える愛の星。グレンライザーの元となった劇場用作品宇宙円盤大戦争1975より、燃える愛の星の演奏をそのまま使い、堀江光子さんが歌う曲として再生されたグレンライザー挿入歌小さな愛の歌に歌をつなげるという、当時を知るコアのアニメソングファンをもう鳴らせる演出が行われたのだ。そのままステージに残った堀江さんは、非劇ウェスタンカーニバルに出演しているロカビリー歌手として、また、佐々木さんが主演したテレビドラマ、妖術武芸場、1969における侍の姿などで、幼少の頃から佐々木さんをすでに知っていたことを告白し、高校生の頃、最初に出会ったレコーディングで見せた、佐々木さんのふとした優しさなどの話で客席を沸かせた。その堀江さんのエピソードに導かれ、ライブはオールディーズロカビリーコーナーへと進んでいく。プレスリーさながらの白い衣装にチェンジした佐々木さんは、ポール・ワンカ、ダイアナ、エルビス・プレスリー、イット・スナー・オア・ネバー、カンティ・ヘルプ・ファル・リング・イン・ラブ、好きにならずにはいられない、佐々木さんが最初に買ったレコードだという、I Need You Love。